第89回空手の合気、合気の空手。全88回の動画の応用編で、今回は片方の手首を両手で掴まれた時、前腕を回転させ、柔らかな動作で相手の肩や腰を崩して倒す。今回も前回と同様に前腕の頭骨側と尺骨側の回転技を使う。相手を崩すときに、この肩とこの肩を崩さないといけない。そのときに手の中心軸回転でやるとそんなに崩れない。こうやってやると中心軸回転でこんなにしていかない。で、今度これを二軸回転でこういくのと、次こういくのと、ね、こう持ってたこういくのと、それから次こっちがこういくとこうなる。そうすると、ただ問題はこう来てここ戻しちゃうとまだ崩した状態をこうキープする。それで今はもうこの場合はこう来てここだけで倒れるわけね。こっち側でこれこういうふうにしてくれる。こう、うん、で、もう一つこう崩してるでしょ。崩したらこっち崩せなくていいの。こう持って崩したらこの下の力を これが相手に囲まれた場合は崩してこう持ってきて向こうに倒すとき自在に持ってる。せっかく今これで崩れたらこのまま下に行く。うん、崩れた。どっち崩したの？こっち。うん、チェンチェンって肩もどっち崩してる？戻っちゃう。こういうの、この場合はこう来てこうなる。こう来てるでしょ。で、この状態からこう持ってくるわけで、相手が崩れた状態をまずコントロールする。ほら、肩崩れてない。だから崩すときさ、肩自在にこう崩せるんですよ。そうするとこっちでもこっちだとこのままぐーっと下に取れるし、こう来て、まあ、これはもうこれはね変なのかもしれない。このままこっち持ってくるから、でなんかどうしても敵に囲まれてさ、こっちやるってやばいと思ってて向こうを倒したいわけね。で、こう崩せる、崩した状態から困ってくる。ちょっと向こうのやつに行く。こうやってだから手の組みで自在に相手に投げる方向を自在にコントロールできるんですね。そう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 、それ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 
このままキューッと肩崩しながら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 、あー残念。せっかくだ、崩してるから崩して取ったいから、早く踏み込んで、はい、したいですね。これ多分返しの時は完璧ですか。あー、ここからですね。次の動作が何か見てきたな、はい、あ、これだ、これだあ、これだ、このままクククククシャリシャリクククッと回って向こうにも敵がいるっていう、はい、ちょっといいですか、はい、そう、もうちょっと、普通止まっちゃってるから、ふーっと、からちょっと行こう、ふーっとこんな感じ、はい、ふわー、あ、そう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 、しみさんがよく出てきます、しみさん肩をね、肩をふわっと入れられもうちょっとで、ね、肩をね、はい、これについてじゃあこれが、こういうふうにポジションで、いきなりこっちを狙ってもいかないけど、こうやって、こうやって、おぉーねじる、ねじそこで固くなっちゃってる、うんってここで固くなってるでしょ、だからもう止まっちゃうけど、はい、うん、固くなってる、うん、腰に乗ってみて、うーん、よし、こういうふうに今ね、さっき逆だったのね、こうしちゃって、こう持った、さっきこっちがこう持った時はほら、こうで崩してる、で崩した状態からこう落としていく、それで今か、要するにここで手で何とかしようって、今こっちでしょ、逆の場合はこうやって崩してる、その時にさ、あの力いいじゃないの。上野君最近、こうじゃないの。上野君最近はこの感じで。ぜひ、最近どういうの。だから吉丸先生の後をついたんだ。兄貴さんところで。今回の動画は、いかがだったでしょうか。次回も興味深い内容をご紹介します。それではまたお会いしましょう。